ミノア文明期のクレタ島。中央南部にファイストスがある。ファイストスもしくはフェストスは、クレタ島の古代都市である。クレタ島中央南部に位置し、地中海から 5.6km の位置にあった。紀元前4000年頃から人間が住んでいた。青銅期時代中期に建設された宮殿は、青銅期時代後期に地震で破壊された。同じ地震で、クノッソスも、 大きな被害を被っている。青銅期時代後期末頃には宮殿が再建されている。ファイストスは古代ギリシアの文献に頻繁に登場する。ファイストスについて最初に記したのはホメーロスで人が多く住む場所として描いており、その女樹史の中ではトロイア戦争に参加したとされている。歴史家シュケリアのディオドロスによれば、ファイストスとクノッソスとキドニアという三つの町は、 クレタ島のミイノース王が建設したという。一方、パウサニアスやビザンティウムのステファヌスはヘイラクレイス、またはロパルスの息子とされるファエストスが建設したとしている。ファエストスという都市は、クレタ島の伝説の王ラダマンチュスと関係が深い。ファエストスは独自の通貨を発行しており、クレタ島の他の都市国家やペルガモンのエウメネス2世と同盟を組んでいた。紀元前三世紀末。 同じクレタ島の都市国家ゴルティンがファイストスを破壊し、クレタ島の歴史から姿を消した。ファイストスではアプロディーテーとレートウが祀られていた。ファイストス人はおかしな格言で知られている。紀元前6世紀の賢人エピメニデスの祖先はファイストス人だとされている。宮殿入り口ファイストスの最初の発掘調査はイタリアの考古学者、 フェデリコ・ハルブハート・ルイージ・パーニアが言った。次に1950年から1971年にドロリーバイが発掘を行い、宮殿の大部分を発見した。古い宮殿は、全宮殿時代に建てられ、地震で二度崩壊して再建されている。古い宮殿が地震で完全に崩壊した後、その上に新しい宮殿を建設した。この遺跡から、 千文字 A が刻まれた遺物がいくつか出土している。千文字 A の文書の部分的解読によりその地名の記述が見つかっており、未経年の千文字 B で書かれた PAI2 と告示している。ファイストスからはクールーラーと呼ばれる地面に掘った穴がいくつか見つかっている。ファイストスで見つかったミノア文明中期から後期の土器が復元されており、多彩式のものや、 金属器の打ち出しを模倣した浮き彫りのあるものなどがある。制度器時代の出土品としては、ブリッジスプーテッドボールズ、乱形の杯背の高い瓶、大きなピトスなどがある。この遺跡をファイストスと特定した基礎には、ストラボンの記述がある。それによれば、ファイストスは、ゴルティン、マタラという街や海に囲まれていたとされている。1884年。 イタリアの考古学者アルベルトがこの地域を訪れ、ファイストスの北で全宮殿時代の墓を発見し、ファイストスとは反対側の井で山の斜面にあるカマレスの洞窟も発見した。このことにより、考古学会がこの地域に注目するようになった。最初の宮殿が建設されたのは紀元前2000年頃である。現存する部分は西の中庭よりも低いレベルにあり、 ファサードと丸石の敷かれた中庭と高いレベルへと向かう階段のある岩棚などがある。古い宮殿は約3世紀の間に3回破壊されている。うち2回目までは修復が行われているため、減損する部分にも3回建設された跡が見られる。紀元前1400年頃、アカイア人の侵略でファイストスとクノッソスが破壊された。その後宮殿は使われなくなり、 ミケ経ネ文明時代の出土品は全く見つかっていない。1900年以降、在アテネイタリア考古学研究所が発掘調査を継続して実施し、ファイストスの有名な遺跡を白日のもとにさらした。その地域にある3つの丘からは、新石器時代中期の遺物が見つかっており、全宮殿時代に建設された宮殿の一部も見つかっている。 他の二つの宮殿は中期と後期に建設されたと見られている。古い宮殿はクノッソスのものと似ているが規模は小さい。その廃墟の上に後に新たな宮殿が建設され、こちらの方が大きく壮大なものとなっている。この建築物は柱で区切られた複数の部屋に分かれていた。劇場エリアと呼ばれる部分の階層から二つの雄大な階段を上ると、 高い扉のあるプロピューライアのメインホールへと至る。二つの門から幅広い通路を通ると中央の中庭に通じている。部屋の壁や床には砂岩と白い石膏が使われている。西の区画の上層には大きな儀式用の部屋があるが、それらの正確な復元はできていない。中央の中庭からの見事な入り口から宮殿の北の区画の部屋に向かうことができ。 そこから手山の山頂が見える。それらの部屋ではアラバスターも建材に使っている。1908年、パーニアは宮殿の北の区画の最下部からファイストスの円盤を発見した。この人工物は粘土製の円盤で紀元前1950年から紀元前1400年頃のものとされている。独特の宣伝されたクレタ聖国文字が刻まれている。 ファイストスの支配者の墓は、宮殿の遺跡から20分ほど離れた墓地で見つかった。タロスを描いた、ファイストス聖効貨新たに、暗黒時代後期から再び人々が定住を始め、紀元前3世紀に、コルティンに破壊されるまでそれが続いた。エウローペーが王子にまたがった図像を描いた、ファイストス聖の効果が見つかっている。他に、翼のあるタロースを描いた、効果 王冠をかぶったゲのない平楽レースを描いた効果、木の上に座る幼いゼウスを描いた効果などがある。これらの効果にはファイシグマ、またはファイシグマという文字が刻まれている。ありがとうございます。